スープ入り焼きそばは、栃木県那須塩原市の塩原温泉郷で提供されているご当地焼きそば。スープ入り焼きそばウスター系のソースで炒めた焼きそばの麺にキャベツなどの野菜を煮込み鶏ガラや醤油などで味付けしたスープをかけた麺料理。見た目はラーメンに類似するが、内容は焼きそばであり、その味付けは焼きそばの風味がするものとなっている。 塩原温泉郷のご当地グルメとして複数の店舗で提供されている。塩釜温泉付近の釜彦食堂と小町温泉付近の小葉屋食堂の2店舗がそれぞれ元祖を主張しているが、両店舗で具や麺や味付けに多少の差異があり、異なる由来を主張している。釜彦食堂のスープ入り焼きそばは出前で焼きそばとラーメンのスープを運ぶとき一緒にすれば、 汁がこぼれにくいという発想が元になったもので、同店によれば3年の開発期間を経て公安市1955年頃から提供しているものとされ、元祖を主張している。具は野菜と鶏肉で全体的には香辛料の風味が強いものとなっている。一方、小葉や食堂のスープ入り焼きそばはかつて存在した新生食堂という食堂の裏メニューがルーツとされ、 その主人から直接教わったものであると主張している。麺にはラーメンのものを使用し、具にはキャベツと豚肉を用い、ウスターソースの味が強い。扱う店舗数こそ多くないが、その珍しさや斬新さを評価されて、旅行ガイドブックやテレビ番組で塩原温泉郷の名物料理やご当地グルメとして紹介されることもあり、土産物として商品化もされている。 マルカ食品から、ペヤングスープ焼きそばという商品名で、インスタントのカップ焼きそばが商品化されており、パッケージには、スープ入り焼きそばの表記がある。ウスター系のソースを用いるスープに使った焼きそば、という点は、塩原温泉郷のスープ入り焼きそばと共通だが、関連性は、明記されていない。また、青森県には、同様に焼きそばにスープを入れる、ご当地グルメがあり、 梅雨焼きそばと呼ばれている。青森県の梅雨焼きそばは1960年前後の発祥とも言われるが、起源については諸説がある。ありがとうございます。